はい、皆さんどうもこんにちは。ブドウです。ファイアーエンブレム、暁の女神、続きをやっていきたいと思います。村がやばいんだよな。村がやばいし、これバンディとの思考、あれがわかんない。優先度がわかんない。範囲に敵がいると、ああ、敵を攻撃してくんだ。村は守れそうだな。ああ、この野郎、この、ああ、一足りねえ。ああ。チャップには塞いでもらうか、ちょっと。あれ、ヘザー大丈夫か、これ。ちょっと待って、ヘザー、変なこと考えんだよ。お前盗むんじゃないのか。助けに行こう。ちょっと待って、チャップは辛いけど、ここで待っててくれ。バンディット足止めしないといけないからな。さっきからよう武装解除出る出る。バイオリズムか。ああ、ヘザー、ちょっと やばくね、やばくね。ほう、ヘザーかっこいいな、頭いいな。でもその反応だと当たりみたいね。貴様、あら、すっかり逆上しちゃって、やめといた方がいいのに。そうだ、やめてくれよ、やめて、やめてくれ。私は女の子以外には優しくしないわよ。待ってっか、やだー、ないわくそ、ヘザーの戦闘アニメ結構好きなのに。ヘザー、結構いいキャラなのに。そう、じゃあもうこのゲーム、サザだけじゃん、盗賊。サザだけとか面白くねえな。こいつ。あ、攻撃33とかや。ああ。悲しいよ。割とヘザーも好きなキャラなんだけどな。ああ。どうしよっかな。拷問す、いや、あ、もうちょっと待とうぜ、もうちょっと。ヤドリ動くんかい、マジ。うわぁ、うわぁ、ちょっと待って、やばい、やばいやばい。初めてだけど、こんなパターン初めてなんですけど、ちょっと待って。やばいやばい、圧撃。動くとやら、ヤードリー。クソやん。いや、もうじゃねえよ。ちょ、やばい。は？動くんですか？ヤードリーって。初耳。
初耳です。ちょっとやばくね、やばい、やばいって。あー倒せねえときた。じゃあ移動は6とか、移動は6123456。あー気合気合来るな、来る。これ倒さなきゃいけねえのにな、やべえな。ここまで移動してくるんだろ。じゃあ間に合うっちゃ間に合う、塞げるっちゃ塞げる。ちょっとやばいかもしんねえ。あ、妹は無事だろうか。これさっきのや、あれじゃないの、姉さんは大丈夫じゃろうかと、今日姉妹だったりするんじゃないの。それぞれ別の家でかくまわれてるんだ。よかったな。ちょっとやばくね、やばい、やばいんだけど。あ、ネフェニーがやばいんじゃないこれ。ネフェニーがちょっとやべえ。あ、まあ、仕方ない仕方ない。ああ、辛いセリフ。やばい。手あり。うぅ。あ。これまずいか、ちょっと待って。うぅ。ちょっと待って。ああ。いや、耐えるんだけど多分移動できねえわ。あ、よしよしよし。ヤードリー塞ぎてえのにソルジャーが邪魔でできない。ういけるか、いける、いける。ちょっと待ってくれ、手やりとかやめてくれ本当に。あ、間違えた、傷薬。あー、ミスった。うわ、ちょっとネフェニーやばい、手にやばいって。いや、こいつ倒せる倒せる倒せる。よし、でもな、ヤードリープラス手ありを耐えるのか。ああ、前の戦争の生き残りか。おとなしく埋もれていればいいもの。公爵様の計画は誰にも止められん。公爵様？そう、我らが主君、ペリーレ派公爵様こそ、クリミアの王となれる方よ。女王は歴史から消える、我らの計画によって。そしてあの犬である貴様もな。あ、その犬である貴様もな。いくら食らうの？18。いや、耐えるっちゃ耐えるけど、やばいな。受けが成立しねえじゃねえか。必殺！ああ。レフェニーを壁にするのが間違いだったか。うわあ！よく避けた今のは。ああ、うぜえ、バンディットが。当たらないぜ。いや、当たるけど痛くないぜ。この野郎。やばいな。ちょっとやばくね、やばくね。18と9だからクッサン27。耐える、30、HP30 あれば耐える。ちょっとやべえな。耐えろ、ネフェニー。できれば避けろ。左のバンディットをどう処理するか。いや、あ、これは避けて、避けて。もう3年前のお前なら避けてる。うえい！こら！よし。あ、それでも手ありはお前、狙ってくんのか。雷外れろ！あ、そう。敵の気合玉とか雷当たるんだよな。
ちょっと癒される。もう倒せねえときた。あ、これ下手すら3人ネフェリーに来て死ぬな。壁役交代しようか。それがいいな。守備15、こっちの方がいいな。うー、9食らって8、あ、大丈夫、耐えるね。だったらちょっと、あ、ダメだ、ここ蓋すればいいんだ。こうか、で、こうで、持ち物をちょっと薬草、チャップは薬草でいいよ、守備高いし。これで、あ、なんとかなったかもしんない。あんた誰に雇われてこんなことしとる。わしには難しい話はようわからんよ。けどあんたがなんか悪さを企んどるいうことはわかる。うん、貴様ごときが何をわめても人心は変わらん。種はクリミア全土に巻かれている。これはさっきのヘザーの話、今はなきヘザーの話がちょっと関係してる。我らの計画に抜かりはない。クリミアを滑るのはあの女王などではない、我らが主フェリーレ公爵様だ。フェリーレ公爵？そうだ、そう名を抱えたまま死んでいけ、女王の犬。そう。で、アーマーの力を見せてやれ、チャップ。あ、なんか知らんけど鋼の斧になってた。ミスった。あら、塞いだと思ったら間接攻撃できてたんだ。いて、どっちを狙うんだ、ネフェリーか。やっぱり怖えな、これ。ああ、このかなり傷薬使うな、この章。よし、んで、ああ、まあ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 、これでいいか。薬草で手荒れをもう少し早く受け取っとけばまた変わってたかもしんないな。レベル上がるかな。上がった。まあ速さ上がって、おお、おい、いいね、さすがチャップの父。しかし力が伸び、あれ、またそんなとこまでいけるんかい。さっ、よし、当たんねえなこれ。 55% って、当たった。しゃ、じゃあネフェリーで倒して、当たれ、頼む、当たれ当たれ、よっしゃい、オッケー。あー、上がんねー、レベル上がんねー。チャップで倒してとどめだ、終わりだ。もういけるよな。よし、危ねー、ちょっと怖かった。うめえ。私の任務がこんな辺境の村なので、ルドベック様お許しを。疲れた。クソヘザー、畜生、俺たちの邪魔をしやがって、舐めやがって。あ、やめろ。お、あ、チャップ殺した。あ、殺してないか。いてえよ、お願い。何もここまですることはねえじゃねえか。人殺し、この人殺しどもが。そうじゃ、わしらは人殺しじゃ。知らんかったんかい。わしやネフェに戦いに行ったんじゃ。お前さんたちがデイにかなうわけねえ言うて、逃げ隠れとる間にね。
わしは伝位兵を何人も、いや、殺したっけ。一人ぐらい殺したかもしれないけど、殺されたもんな、チャップ。やめてくれ。俺が悪かった。もう勘弁してくれよ。うー、分かってくれたかね。お前さんたち若いもんがやりてえ言うてる戦がどんなもんか。さて、ネフェニーや、旅支度をして王宮へ行こうかね。ペリーレコがなんか悪巧みをしとるようじゃって、エリンシア様には知らせんとな。家の者たちはどうしたらええん。何、心配いらんて。家族もみんな連れて行ったらええ。メグのやつは旅に出とるが、まあなんとかするよ、あの子なら。さあ、行こう。メグは、なんとか、うん、メグは強いぞ。力ないけどな。やっぱいいな、チャップ、やっぱチャップのキャラが好きだ、結構。めっちゃいい人じゃねえか。あんたくれんか、チャップさん。あんたら、本当に村を出ていくんかい。ケーキに流行っとった。若い分はこれで懲りたろ。あ、何もあんたが出て行かんでも。そうしたいのはやまめじゃけども、わしは同じ村のもんを傷つけてしもうた。傷つけたどころじゃないけどな。このまま村におるわけにはいかんよ、残念じゃけどな。なんでこんなことになってしまったんじゃろうな。女王様だってわしにはあんな、そんな悪いお方には思えんよ。そうじゃな、もう冷たが元通りになるまでは、って、手を軽くしてくださっとるし。接種した者の家族や孤児も、これでちゃんと面倒見てくれとる。ほんまにその通りなんじゃ。けど、年若い連中はそれに気づかん。自分たちに都合のいい話にばっかり耳を傾けとるんじゃ。じゃから私らが動かんと。このままほっといたら、クリミアはほんまにダメになる。なに、大丈夫。エリンシャー様ならきっとこの馬鹿げた騒ぎを収めてくれるよ。そしたらわしは新しい畑を作って、またうまい野菜を作るよ。耕す土地がありゃわしは幸せじゃ。じゃあみんな待っとってくれよ。このチャップ・ネフェニーのコンビやっぱ好きだな。いいよな。はぁ、あ、ヘザーがし、もうヘザーが。というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。